アメリカ空軍は今日う、カデナ基地に南西諸島の警戒・監視活動になる新たな部隊を配備しました。これに先立ち、先週、鹿児島から無人偵察機 M99-1 機が飛来しました。来月からの本格運用に向けて準備が整えられる一方、新たな基地負担の増加を懸念する声が強まっています。 日没後もアメリカ軍機が次々と着陸するカデナ基地午後9時過ぎ暗闇の中プロペラ音とともに見慣れぬシルエットの機体が姿を現しました午後9時12分ですアメリカ空軍の無人偵察機 M99 がカデナ基地に着陸しました アメリカ軍は無人偵察機 MQ98 機を鹿児島県の鹿屋航空基地に暫定配備していましたが日米両政府は来月から嘉手納基地で運用することに合意しています到着したのはその最初の機体です防衛省によりますと MQ9 は洋上の艦艇や船舶の活動を高機能のセンサーで把握する能力を持ち 広範囲な海域で不審な活動を捉えることが可能とされています。カデナ基地への展開により、南西地域周辺での情報収集や警戒監視、偵察の一層強化が図れると強調しています。例えば、尖閣諸島の場合だと、カデナ基地から飛び立てば、カノヤ基地の半分の時間で到達でき、 即時の情報収集と南西地域周辺での活動時間を増やせるとしています一方、M99 は今年8月に鹿野屋基地で滑走路から外れてオーバーランし1ヶ月以上運用が停止しましたがアメリカ軍は事故原因を公表していません M99 の配備にカデナ基地周辺の地域に暮らす住民からは さまざまな声が上がっています。機械なので、なんか無人となると、なんかいつ折ってくるかわからないので、それが心配ですよね。それしようね、もう極東一の基地だから、中国からね、か脚頭部ないかね、なるとできるかタッと止めるのか。やっぱり小山子もいるし、また沖縄の子状態で、ずっともう70年余りそういう状態でもうこれ以上そういうとこことできたら。 ちょっっとまずいなってもう大反対ですね玉城知事は嘉手納基地への無人偵察機の配備は基地負担軽減と逆行するとして県民の安全安心を確保する観点から国に申し入れる考えを示しました今朝8時ごろ MQ9 の格納庫の前では第319遠征偵察飛行隊の配備を記念した式典が開かれました アメリカ軍は残る7機について、今後数週間で順次飛来させるとしています今日、カデナ基地に隣接する茶壇町の戸口町長は地域住民の生活が脅かされぬよう、政府に対し明確な説明と配慮を求めました無人偵察機がカデナには初めての配備となりますのでさらなる基地負担の増大というのは,やはり容易に あの受けられるものではないと安全性を明確に、まあ、示すとともにです、ね、まあ、影響を受ける自治体の意見をです、ね、やはり丁寧に聞きき取っていいたただきたい安全保障環境が厳しさを増しているという観点から、運用に理解を示す声もあり、基地周辺自治体で作る3連協は、来月から始まる無人偵察機の運用によって、どのような影響が生じるのか。 推移を見ながら今後の対応を協議する方針です、うん、周辺住民の反応を見ても配備されたばかりで生活にどのように影響するのかまだわからないという声が多かったようです防衛省は M99 は監視・偵察が目的で他の機体よりも騒音は少なく負担は少ないと説明しています しかし、武器を装備することも可能で、攻撃能力を持つこともできることから、かえって諸外国を刺激するのではないかという指摘もあります。嘉手納基地を拠点に、南西諸島全域が活動拠点となっていまして、県民としても今後の運用を注意深く見ていく必要があります。